たいな。はい、皆さん、はい、さあ元気受けてみましょう。はい、なんで、はい、皆さん今日は東海地、あ、じゃあ中国地方から。もう一回もう一回、はい、はい、じゃあ皆さん今日は中国地方から北陸地方まで梅雨入りしましたねと。明日の予想天気図見てみてください。梅雨前線が長く伸びていて、高気圧の膨らみもはきれてきました。こうなってくるとより梅雨らしいお天気になってくるんですが、ちょっと形が取りにくくですね、今日はあんまりうまく描ける感じはしません。やっぱり最初に描きたいのは前線ですね。前線を先に描くのが好きなんですけど、前線っていうのはなかなかこう上手にこうなんていうのかな、生きてる感じ、こう張りのある感じに描くのがいいんですよね。こうやってこんな風に描いて、で低気圧をかけます。でここと、こう低気圧がこことここと、そしてここに低圧部が伸びています。で、ここに高気圧があって、これはもともとオホーツク海高気圧だったやつですね。こんな感じに書いて、よいしょ。で、少し北東風の影響があるので、ここのところに高気圧が少し出っ張るのが梅雨型ですね。高気圧を少し張った感じに描くと、よいしょ、いいんだよね、よいしょ。そしてここがうまく出ないといけないんだ。この高気圧をここに書いて、ちょっとどれかな。で、あとはですかね。できました、できました。いつも通りやってみていいでしょ。で、これをこれとして、これでいいですか。ぴったりですね。で、あとは下書きしてあるんで見ながらピュッと、低気圧から書いたり、高気圧から書いたり、いろいろですが、位置を考えながら書いています。よし、
い、大体できました。はい、梅雨前線なので停滞前線を書きます。梅雨前線は前線の中で一番長い前線なので、完成です。え、できました。はい、できました。ちょっとここ間違えて書いちゃいましたね、隠しますけど、うんうん、どうですか、高気圧とそして低圧で梅前線、まあこういう形になると、まあ、前に高気圧があるのでなかなか天気は回復せず、明日も一日雨ですね、はいはい、ね、あんまり上手じゃないです。いや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 